はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい。つうことで、本日はですね、あのアップデートがめちゃくちゃぶっ刺さってるということで、まあ、ちょっと前にあったアップデートなんだけど、それをですね、恩恵を如実に感じることが増えてきたんで、まあ、ちょっと動画にしてみたいなというふうに思って紹介しております。はい。何がアップデートされたのかっていうと、ここの下、ズグ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 、お知らせアップデートっていうやつ。この救援検索機能の調整についてってやつだね。内容としては、救援検索機能についてロードバランス調整を実施いたしますと。まあ試験的に5月30から6月6日までちょっと対応してみて、まあ救援検索とかに入りやすくなる、まあ適切な入りやすくなるっていうのはちょっと語弊があるかもな、適切なバランスに近づける、まあ例えばだけど人がたくさん集まってるやつはまあちょっと人が分散するように、人が集まってないなってやつは人が集まるような形で、バランス調整をちょっと検証として行いますという感じで、テスト的な感じでやられてたんですよね。でまあここら辺の対象マルチバトルなんだけど、俺がもう如実に何を感じたのかっていうと、あのシエテ HL めちゃくちゃ入りやすくなってるね。うん、シエテ HL って昔全然入れなかったの、正直。もう全然入れないし、なんやこれみたいな、もう諦めちゃってた、正直。ソード、ロードオブフレームみたいな、ロードオブフレームじゃないわ。支援ミルエスパーダみたいな、シエテの剣があるじゃないですか、霊の剣が。あの、霊の剣とかちょっと集めたいなと。光古戦場もさ、ちょっとこの武器強くねみたいに言われてて、ちょっと俺も集めちゃおっかなって思ってたんだけど、救援がなさすぎて、いや、これは無理やわって思って投げ捨ててたわけですよ。なんだけど、例えばだけど、ここマルチ、俺今シエテの HL 救援出してるんで、ちょっと見るよ。パッ。ほら。こんな感じで、パッとね、見たときにね、シエテがいるんだよね。うん。入れるかな、まだ。あ、入れた。ちょっとやろっか。ま、ちょっとやりまーす。あ、動き見せちゃおっか。まあ、俺なんかこれ有名な、俺救援編成の時は、まあ結構有名な気がする。この編成使ってるんですけど、はい。まあ、フェロシティロアでぶっちっぱしてっていうような感じだね。自発する時はミゼラブルミストとか入れて、耐久重視にしてるんだけど、救援の時はこうやって攻撃力で重視してぶん殴ってるっていう感じですね。おい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 。これはやっぱ早いからいいなーって思いますね。この編成は早いから便利。まあ、ただこういう編成も使えなかったんですよ、もともと。そう。この編成ももともと入れなかったから、そう。入れなかったから出すことができなかったんですけれども、まあ、こういうのをお目見えする機会もなんか出てきたなっていう。今ので38っていう感じだね。まあ、もう一段ぶん殴ってもいいんだけどっていうところ。まあ、この文字だけの機能っていうのが、まあ、正直ちょっと、どういう風になってるのか分かんなかったっていうところもあって、正直眉唾ものというか、へえ、こんなことやるんだ、いいね、みたいな感じでニコニコみたいなぐらいの気持ちでやってたんだけど、蓋を開けてみるとね、なんか思った以上に救援入れるなっていうような印象があります。まあ、ちょっと有志の方、まあ、グラブル検証とかされてる方が、まあ、言われてたのが、このマルチバトル一覧とかって、そのグループ分けされてるみたいな、まあ、20グループ、30グループとかにグループ分けされてて、で救援出した時にその1グループのみに対してその救援欄が出てくる。例えばじゃあシエテ HL 僕が出しました、救援出しましたってなった時、グループ6の人のみに見えますみたいな感じ。うん。多分今までのその考えでいくとシエテ HL グループ数が少なかったんだろうね。グループ数少ないから救援出しますってなったら、おい、あるぞあるぞあるぞみたいな感じで同じグループの人が超高速で連打して入っちゃったみたいな。なんだけど、グループ数が多分増えたことによって、まあ、マッチングする可能性を下げるみたいな。まあ、マッチングアプリで言うとちょっとダメなんだけど、ダメな例から出していくタイプ。まあ、マッチング逆にしやすくなるみたいな。この早いもの順じゃなくなりますよと、選別しますよと。まあ、そういう意味で調整っていう適切なバランスに近づける。だから早すぎるやつはちょっとグループ数を増やして遅れますみたいな。逆に、遅すぎる、芝 HL とか、マグナ2とかって多分、救援あんまり入ってなかったと思うの。わかんないけど。そういったところはグループ数をギュギュッと縮小することで、芝の救援とかを入りやすくする。救援されやすくなる。人が増えやすくなる。っていうような状況を作ったのかなっていうふうに
思ってます。はい、まあ結構そんな影響、実際それでどうなるんじゃいって俺らからするとね、もう全く一グループの一人なわけですからね、思ってたわけですけども、蓋を開けると結構如実に恩恵を感じたんで、すげーって思ったっていう、そんな動画でございました。まあもしね、入れないよーっつって諦めてたマルチがありましたら、皆さんにおかれましては入ってみるのもいいんじゃないでしょうか。そんな感じの動画です。参考になりましたら、ムラティッシュ、じゃあね、バイバイ。